やってみて、ルミちゃん。まずは板チョコを細かく刻んで、次は刻んだチョコをボウルに入れてお湯で溶かして。ああ違う、ルミちゃん。お湯を直接かけて溶かすんじゃなくて、お湯をボウルに張って湯煎で溶かすの。わかった。じゃあ最初からね。あ、ダメー。鉄の神君、いい子だからそっちでポチと遊んでってね。ちょっとぐらいあげてもいいのに。ルミちゃん、犬がチョコレートを食べたら中毒を起こして病気になっちゃうんだから、絶対食べさせちゃダメ。絶対食べさせない。ルミちゃんとアヤさんは何を始めようとしていたんだろう。チョコ作りっすよ。だってもうすぐバレンタインだし。バレンタイン知らないんですか？一年に一度好きな人にチョコを送って告白する日っすよ。へえ、好きな人に。ってことはルミちゃんに好きな人ができたってこと。鉄の神チョコを作る。おはよう、犬山さん。学校には慣れた？はい。私の新しい学校はセントレディ学園。創立200年の伝統ある女子校で、校則がとっても厳しいの。でも平気。だって仲良しのゆきちゃんと同じクラスなんだもん。おはようございます、校長先生。おはよう。今日も寒いから風邪をひかないようにしなさい。はい。イサム様、何かしら、犬の気配が。おかしいわね。確かに犬の気配がしたのに。先生、もう帰りましょうよ。この学校、校長が大の犬嫌いだって犬の間では有名な話なんすよ。だって気になるんだもん。ルミちゃんの好きな人って誰なんだよ。やっぱこっちの学校の人っすかね。ん、ポチ、ゾウが。ああ、イリコくんとラシッドさんの弟のサジットくんすよ。ゾウで登校って。どう？チョコレート上手にできた？まだ失敗ばっかり。でもバレンタインまでには絶対作るんだから。ルミちゃんだったらきっと上手にできるよ。ありがとう、ユキちゃん。私頑張る。先生、校長に見つかっちゃいますよ。ルミちゃん、僕というものがありながら。手作りチョコですって？カントリーガールらしいですわね、レイカちゃん。あ、ジョンの飼い主？同じクラスだったんだ。手作りなんてセレブのすることじゃありませんわ。パパに買ってもらったチョコはイギリス王室御用達で、一粒1万円もするチョコなんだから。さすがレイカ様、我がクラスが誇るナンバーワンシロガネーズですわ。ナリキンヒルズ族とは違ってよ、黒金さん。まったく、あんなところに住むのがセレブステータスだなんて、ナリキンの考えは分かりませんわ。手作りって楽しいよ、レイカちゃん。作ってる間中ずーっと好きな人のこと考えるの。大好き大好きって。ロマンチックだわ。私も手作りにしてみようかしら。レイカのチョコはイギリス王室御用達の。やっぱり心が困るのは手作りじゃございません。売ってるのよりも世界に一つのチョコを差し上げる方が殿方もきっと喜びますわね。まだですか？もう少しだけ。今年こそあの方に。また犬の気配。いた。ゆきちゃんの好きな人って誰なんだ？いや、先生。もうちょっと。学園内は犬立ち入り禁止です。待ちなさい。校長先生だわ。まあ、ノラドッグでも見つけたのかしら。校長先生って
どうして犬が嫌いなのかな。噂じゃ昔バレンタインを犬に邪魔されたとか。へえ。作ってる間中ずっと好きな人のこと考えるの。大好き大好きって。ルミちゃんにそんな好きな人がいたなんて知らなかった。先生、そうっす、先生もチョコを送ればいいんすよ。ん？だからルミちゃんにです。ルミちゃんのことがこんなに好きですってチョコを送って告白するっす。よし、早速チョコを買いに行くぞ。はい先生。ダメダメ、犬がチョコレートなんか食べたらお腹壊しちゃうよ。違うよ、僕が食べるんじゃなくてルミちゃんに。ほら、犬が来ればチョコ屋が儲かるって。先生、ルミちゃんが言ってたじゃないですか。手作りチョコレートが一番だって。手作り？そうか、自分でチョコを作ればいいんだ。チョコレートの材料じゃと。そりゃカカオとココアバターに砂糖じゃが、一体何をするつもりじゃ。ルミちゃんにチョコレートをプレゼントするためにどうしても必要なんだ。瀬戸様、砂糖などは手に入れやすいが、カカオは遠い南の島にしか生えとらんぞ。やっぱりダメだ、僕ルミちゃんにチョコレートあげられない。瀬戸様、なんとかならないっすか。そうだ、マグロの時の潜水艇があるじゃないっすか。ダメじゃ、大事な潜水艇をそんな個人的な事情で出すわけにはいかん。そこをなんとか。他ならぬポチがそこまで言うのなら、お前に一つ条件がある。ポチが条件をクリアできたら潜水艇使っていいの？認めよ。ポチ頼むたい。その条件とは。その条件とは、あやちゃんのサインもらってきてくれんかの。わし大ファンなんじゃ。それじゃあ瀬戸様、行ってきます。はい、いらっしゃい。あやちゃんのサインゲットじゃ。ちょっと瀬戸様。でもバレンタインデーって。あ、そうじゃの、鉄の神のやつ勘違いしとるのかもね。無線で教えます。あ、いい、面白そうじゃし。ケッ、バレンタインなんてくだらんもんに付き合わされるこっちの身にもなってくれってんだよ。イワンさん、バレンタイン嫌いなの？拙者たちチョコの代わりに骨ガムやクッキーをもらうしきたりだが、イワンは生まれてこの方一度ももらったことがないんでござる。え、一度もないの？言うな、ハンゾ。気にするな、男がそんな行事に振り回されることはないでござる。ハンゾーさんはもらったことがあるっすか？去年は5つ頂戴したでござる。うわぁ。泣くな、バカ。イワンにバカって言うな。ルミちゃん、僕最高のチョコレートを君にプレゼントするからね。今年チョコ作りに最も適しているカカオは南アメリカ産のベネズエラカカオ。目標ベネズエラ、ようそろルミちゃん、慎重にね。うん、慎重に慎重に。できた。あら、上手にできたじゃない。このチョコ誰にあげるの？秘密だもん。あのカントリーガール、生意気だわ。何が手作りよ、私だってそのくらいのことできるわよ。私の手作りチョコであの忌々しいカントリーガールにあっと言わせてやるわ。犬山ルミ、私に逆らうとこうよ。さらにこうよ。さらにこうしてこうしてこうですわ。レイカちゃん怖い。
お、珍しいな、レイカが手作りチョコか。あのカントリーガールに勝つには手作りじゃなきゃダメなのよ。だからってあげる相手もおらんのに。すまん。いい、相手がいないんじゃないの。レイカの理想の王子様はそこいらにゴロゴロいる連中とはレベルが違うのよ。もう40年にもなるのね。おはよう。おはようございます。はい、おはよう。おはよう。私の生徒に手は出させないわ。先生。およしよし、かわいそうに腹が減ってるんだな。うちで飼ってあげよう。 ありがとうございます。助けていただいて。どういたしまして、おけがはありませんか。はい。一瞬で恋に落ちた私。彼はジェントルマン学園の教師大徳勇、私と同じ新任教師。次のバレンタインに告白するつもりだった。この思いをチョコに託して告白するわ。あ、私のチョコがない。どこどこ。まさかあんなところに。私のチョコだってわかるのね。そうよ、いい子ね。さ、私のチョコを返して。私のチョコが。その次の年。あの日は一日中犬に追いかけられていた。そしてまた次の年。今年こそあの犬もいない。危ない、どいてどいて。すいません。毎年毎年犬に邪魔されて告白できずに40年。今年こそ必ずイサム様にチョコを渡すわ。今年こそ必ず。ユキちゃん、見て見て、できたの。ほら、うわー、かわいい。もうちょっと大きいの作りたかったんだけどな。そんなことないよ、すごくかわいい。それで誰にあげるの。あのね、あわー、おっきい。レイカの手作りチョコは1枚2万円の板チョコを使った直径50センチの超高級で超特大級の手作りチョコなんだから。素晴らしいですわ、レイカ様。それに比べて何かしら、そのみすぼらしいチョコレートは飲みにでも差し上げるおつもり。なんですって。レイカちゃんチョコ作り上手だね。いいな、私のチョコちっちゃくて。レイカ様、この子嫌味が通じてません。悪意も通じてませんわ。レイカちゃんは誰にチョコをあげるの。やばいわ、勢いで作ってしまったけどあげるあてがなかったわ。でもそんなことここで言ったら。あの目は何か期待してる目だわ。あてがないことがバレたら、レイカあげる相手もいないのにチョコを作って幸せ感じる一人上手になってしまうじゃない。黒金さんもいないと大したことない。レイカさんにも失望しました。寂しいのね。レイカ情けないですわ。もしかしてサジット君、それともイリコ君。なんであんな
ヒルズの色物集団なんかに。レイカの理想はヒマラヤよりも高く、フィリピン海溝よりも深いんだから。じゃあ誰？セレブナイト様。セレブナイト様。海を越えて。宿敵を蹴散らし。君のために練り上げた。君のためのチョコレートだ。もしかして私に？受け取ってくれ。さあ早く受け取ってくれ。大変態。変身が解けちゃったらルミちゃんにバレちゃうよ。それではごきげんよう。セレブナイト様、お待ちになって。今年こそ、今年こそ。大丈夫、今年こそきっと言えるわ。これ40年の思いを込めて。僕も40年間あなただけを見ていました。なんて言われたらどうしましょう、どうしましょう。よし、落ち着いてもう一度練習よ。これ40年の思いを込めて。ん？俺に？生まれて初めてのバレンタインプレゼントだ。スパシバ。俺たち犬はチョコレートは食えねえが、気持ちはありがたく受け取っておくぜ。ありがとよ。返しなさい、そこの犬。照れるな照れるな、年の差なんて心配しなくても大丈夫。俺のストライクゾーンはシベリア平原よりも広い。お待ち。お待ちになって。レイカ様、なんでレイカちゃんが僕を追ってくるかい。もうダメだ。セレブナイト様。レイカ様、お願い、レイカのチョコレート受け取ってください。セレブナイト様。おひ、ここにいらしたのですね、セレブナイト様。あんたは犬山のところの鉄の足。おっと。ん？ありゃ鉄の足じゃねえか。俺のチョコを見せてやろう。おや、友達かい。わお、おう鉄の神、見ろよ、俺バレンタインにチョコもらったんだぜ。お返し、私のチョコ。ひじり先生。あのチョコ。チョコ、ほう、これは、あの、その40年の思いを込めて私に。ありがとうございます。僕も40年間あなただけを見ていました。イサム様。なんかわからないけど、とりあえずよかった。俺のじゃなかったのか。それでね、うちの学校の校長先生がお隣の学校の校長先生に好きっていうのに40年かかっちゃったんだって。ロマンチック。それはまた熟成された恋だよね。結局ルミちゃん誰にチョコレートあげたんだろう。はい、パパ、ジージ、バレンタイン。え、今なんて？あれは。お父さんにかい？手作り初めてだから1個しか作れなかったの。ジージと半分こね。おお、ルミちゃん、ありがたかたい。それからね、今日学校にセレブナイトが来てね、おっきなチョコレート置いてったの。誰に置いていったか分かんなかったからみんなで分けちゃった。それにバレンタインって女の子が男の子にチョコをあげる日だね。セレブナイトって変なの。そうだったの。バカバカバカ。鉄の字？どうしたの？そうだったんだ。鉄のしんちゃまー、うん、ハッピーバレンタイン to you。 私の等身大のよく受け取って。ゲイリーさん、
は男の子にあげる日なんだよ。あらやだ、私心は女よ。あ、そっか、よかったね、鉄の心。鉄の心ちゃま、さあ、私を食べて、むしろ舐めて、甘がみで。今度ルミちゃんが遠足でハワイに行くらしいんだけど、ハワイって日本から5700キロ離れていて、毎年 6.5 センチずつ近づいてるんだってさ。5700キロね。さぞかし飛行機代もかかるんだろうな。ってどうすんのよ飛行機代。よし、こうなったら僕が久々に人気川脱ごうじゃないの。次回ワンワンセレブを去り受け、鉄の神宅配する。荷物です、ハンコください。去り受け鉄の神、また見て。